皆様こんにちはクリスマスローズ大好き野口実の,の園芸ノートです今日は12月7日です今回はクリスマスローズの有形種の原種青口ホリウスが自由されている様子をご紹介しますここは東京都文京区にある園芸店音の葉です目白通りに面した花壇に アウチホリウスが植栽されていますこの花壇は北東向きなので朝日は当たりますが日中は建物の影となり直射日光は当たらない場所です9本のステム果軸とも言いますが高さ4 0センチから5 0センチほど立ち上がりその中間部にはノコギリ葉が特徴的な3枚の収瘍からなる葉 ま山陽ですね、が旺盛に展開しています夏越しでは日中の強い直射日光が当たらないため葉の痛みはなく、とても綺麗な状態を維持していますそして、各々の,のステムの頂部には花芽が見られます株が充実している証拠です細いステムだと花芽がつかないことがあります そして、花芽の写真を撮っていたら、なんとア,アリが映り込んできました。アリが友情出演してくれているのでしょうか。アリは直接植物を食べたり、重液を吸ったりはしないので、植物にとっては害虫ではありません。でも、安心してはいけません。アリは種類にもよりますが、 植物に寄生しているアブラムシが分泌する蜜などを好む吸蜜性のアリがいるのです。ということは花芽にアリがいればアブラムシも共生している可能性が高いのです。よく観察してベニカ X ファインスプレーを散布しておきましょう。12月にもなると アブラムシも勢いがなくなってくるはずですが今年の断頭でまだ頑張っているのかもしれません話がありとアブラムシ飛んでしまったので元に戻します花芽の話でした花芽の中には一つだけすでにつぼみがバッチリと確認できるものがありますまだ開花までは時間がかかるかと思いますでも つぼみが見え始めるとめっちゃテンションが上がってきます開花がとても楽しみです今回の動画はいかがでしたか一株でも地植えでも鉢植えでも 大きく育ってくれていっぱいの花を咲かしてくれるアービチホリウス皆様も是非栽培してくださいそれでは次回の動画でまたお会いしましょう顔映ってませんでしたけれども。